私の最後の皆さんへのメッセージは、それは大きな夢を語る、でもまずは語るための土台作り、これが最優先だと思っています、その最優先をするためには、まずは税の無駄遣いをなくしていく、私はそのメッセージを皆さんに伝えたい、そして今回の群馬県知事選挙は、 群馬の正しい選択を160万有権者の方々がそれぞれの正しい選択をされる継続なのか、あるいは変化なのか、私はその皆さんの正しい選択の結果を期待をしております。以上上申ししげ発言を終わりりまますありがとうございました